眠らない男の信じられないような話、気にならないだろうか。この物語の主人公タイ・ゴックはベトナムの80歳の農夫である。彼の話が本当なら、彼は60年以上も一睡もしていないことになる。若い頃にひどい熱病にかかったのが始まりで、それ以来一晩たりとも休んだことがないという。私たちのほとんどは数時間の睡眠なしに1日を過ごすことなど想像すらできない。しかしこの男性は睡眠不足が生活に悪影響を及ぼすことはないと主張する。実際彼は同年代の他の人と同じように幸せで活動的なライフスタイルを送っている。彼の家族、友人、近所の人たちでさえ彼が居眠りをしているのを見たことがないと証言している。彼は完全な不眠が健康に悪影響を及ぼすことはないと固く信じているのだ。タイ・ゴック氏は1942年に生まれ、20歳の時にひどい熱病にかかった。なんとか克服したものの、寝る能力を取り戻すことはできなくなってしまった。さまざまな薬や伝統的な治療法を試したが、眠りは彼を拒み続けた。彼は不眠症がいずれ治るという希望を抱き続けたが、60年もの間眠らずに過ごすことになるとは知る由もなかった。彼の話は母国ベトナムでは伝説となり、しばしば奇跡的な偉業、あるいは並外れた超能力とみなされる。しかし別の見方をする医師もいる。ある専門医は、タイ・ゴック氏は自分でも気づかないうちに短い睡眠をとっている可能性があると指摘した。このような人は起きている時と眠っている時の区別がつかないことがあるので、この男性は一日中短時間の仮眠をとっている可能性があるというのだ。おそらくこうした短い休息が彼を継続させるのに十分なのだろう。重要なことは、彼は睡眠科学者による徹底的なテストや観察を拒否しているということだ。とはいえ数十年間眠っていないと主張しているのは彼だけではない。例えばあるアジア人女性はなんと40年間も眠れなかったと主張している。彼女は夜通し眠らないという得意な能力で、地元では有名人となっている。ベトナムのタイ・ゴック氏と同じように眠れる時期もあったが、子供の頃から眠れなくなってしまったという。当初彼女の隣人たちは、彼女が単に大げさなことを言っているか注目されたいだけなのだろうと懐疑的だった。彼女の主張をテストするために近所の人たちはゲームをしたり、どうにか気を紛らわして彼女と一緒に起きてみようと試みた。だがテーブルで居眠りする人もいれば、結局諦めて家に戻る人もいた。彼女の夫でさえ妻が眠っているところを見たことがないと証言する。妻は十分な休息をとるどころか、夜中も家事に忙しいという。彼女の体調を心配した夫は重い病気であることを確信し、睡眠薬を手に入れた。残念なことにその薬は効果がなく、夫妻は困惑して医療機関に助けを求めた。ようやく地元の医師に助けを求めたが、この異常な事態について医学的な説明ができなかったため、ほとんど何の解決にもならなかった。幸運なことに彼女は答えを探すうちに睡眠専門センターにたどり着いた。そこで眠れない夜の謎が解け始めたのだ。医師たちが見守る中、彼女が夫と会話をしていると、医師たちは驚くべき観察をした。彼女の目の動きが鈍くなり、夫との会話を続けながら実際に眠りに落ちたのだ。脳波モニターを使ってさらに調べると、驚くべき事実が判明した。この奇妙な現象は、無誘病者が脳が眠っている間体は活動を続けるのと似ていたのだ。要するに彼女の体はその束の間の10分間表向きは眠っていても機能し続けているのである。この興味深い発見は、このような人々がなぜぐっすり眠ったような感覚を味わえないのかに光を当てるものである。しかし私たちのほとんどはこのようなユニークな能力を持っていない。良い睡眠をとらないとその日を乗り切るのは難しい。なぜなら睡眠は私たちの体を充電し回復させ重要な機能を発揮させるからだ。大人は毎晩7時間から8時間の睡眠をとるのが理想的なのだが、睡眠不足の状態が長く続くと私たちの体に何が起こるのか、もう少し詳しく見てみよう。24時間眠らないことは珍しいことではなく、大きな問題を引き起こすことはないが、疲れを感じたり少し気分が悪くなったりすることは予想される。丸1日起きていると眠気を感じたり、イライラしたり、集中力が低下したりする。食べ物も欲しくなり、目が疲れていることがあるかもしれない。眠らない状態で36時間が経過すると、その兆候はより強くなる。圧倒的な睡眠衝動に襲われ、
気づかないうちにマイクロスリープと呼ばれる短時間の睡眠をとることもある。このマイクロスリープは普通30秒程度で、この段階では脳のさまざまな部分が互いにコミュニケーションを取ろうと奮闘する。ここでは特定のことを記憶したり、新しい情報を学んだりすることが難しくなるかもしれない。その後48時間を超えると、起きていることがさらに難しくなり、マイクロスリープを経験する可能性がより増してくる。ではこのような状態から回復するにはどのくらい時間がかかるのだろうか。睡眠を優先し、体を休めることで立ち直ることができるということなので朗報だ。このプロセスを開始するには、一貫した睡眠スケジュールを確立することを進めたい。夜更かしをせず、早寝早起きを心がけ、毎晩最低7時間の睡眠を目指すのだ。そうすることで体が適切な睡眠習慣を取り戻すことができる。元通りになるには不眠の期間にもよるが、数日から数週間かかることも考慮しておこう。一般的な目安として、1時間の睡眠不足につき完全に回復するには約4日かかると言われている。できるだけ早く立ち直るためにさらにできることがある。例えば睡眠時間が数時間しかない場合は、昼寝をするのが効果的だ。ただし昼寝は30分以内の短い時間にしよう。さらに昼寝をするときは、いつも自分にとって良い習慣を作ることが大切だ。快適な睡眠環境を整えたり、寝る前の刺激的な行動を避けたり、光を浴びる時間を制限したりすることだ。科学者たちは私たちの脳の働きについて常に新しい発見をしている。ところであなたは眠っているときに脳がどうなっているのかと考えたことはないだろうか。まず第一に、小さな見栄えからクラゲに至るまで、あらゆる生き物が眠っている事実を頭に入れておこう。睡眠はいくつかの代償を伴う特別なものである。動物が眠るとより強力な他の生物に対して無防備になってしまうからだ。脳は特に睡眠不足の影響を受ける。脳には2種類の睡眠がある。一つは休息眼球運動、レム睡眠と呼ばれるもので、もう一つはノンレム睡眠である。それぞれ脳波や脳内で起きている活動が異なり、ノンレム睡眠は私たちが眠りに落ちるときに起こるもので、脳波が遅くなり筋肉が弛緩し呼吸がゆっくりになるものだ。レム睡眠は興味深いもので、この時間帯の脳波は起きているときとよく似ている。最も奇妙な夢を見るのもこの時間だ。脳の重要な部分である視床は、レム睡眠中に夢を作り出す映像、音、その他の感覚を送信する。アセチルコリンと呼ばれる化学物質はレム睡眠中にかなり強くなる。アセチルコリンは起きている時にも活性化し、脳が物事を記憶するのを助ける。そのため就寝前に勉強して寝ておくと、翌日に物事をよりよく記憶することができるのだ。眠りにつく時、私たちの脳にはスパインスピンドルと呼ばれる特殊な脳波のパターンを作り出す。まだ完全には解明されていないが、科学者たちはこの脳波が新しいことを学んだり記憶したりするのに役立っていると考えている。また周囲に雑音や他の気が散るようなものがあっても眠りを維持するのに役立っているのかもしれない。